この論語とそろばんの話とか二宮尊徳さんの経済と道徳の話とかっていうものもありますけど、ここで改めて相談役の方からその事業一事業家としてまた人としての部分でですね、ぜひその辺の話を聞かせていただきたいと思うんですが。事業というのはやっぱりこの継続性がなかったら意味ないわけであってですね、例え方が悪いかもしれないですけども、いわゆる鉄器屋さん、風亭の寅さんの生き方ですね、これはその場限りで次どこ行くか分からないんですね。買った人がクレームつけるとそこにいないわけですよね。まあ、あれでもやっぱり、ね、敵や仲間からこの信頼がなければ場所を取れないと思うんですよね。ですからやっぱり事業ってやっぱ継続しないと私は意味がないと私は思っています。その前提というのはやっぱり昔から言われているような三方よしっていうんですかね、売り手よし、買い手よし、世間よしでないと長続けないわけですよね。ビジネスというのは私はこれも前からも言われていることなんですけども、そのお金を払ってくださる方々が日常の生活とかビジネスの上で抱え込む、遭遇する負ですよね。不安、不信、不自由とか、そういう不便とか、そういうのものの負をこう、解消させるというのが、これはビジネスだと私は思いますし、経営者はそれがその協力会社の方々が抱えるような、そういう不満とか不信とか、そういうようなもの、それから社員が抱く会社に対する不信とか不満とか、そういうようなものに対してきちんとやっぱり、対応ができると、ないしはそういう不安感とか不信感を持たれないようにガラス張りの経営すればいいわけですし、意思決定のプロセスとか、それもきちんと明確して判断の基準をちゃんと示せば社員の方々は安心するわけですよ。その時の気分でコロコロ変わるとかですね、それからその特定な人を可愛がるとかですね、その時は誰も出てこないですね。で、誰にでもチャンスがあるようにして開かれた経営をしていけばですね、それはついてくるわけです。単純明快だと思うんですね。社員さんの不安や不満を取り除いていくと、経営から見るとそういうことになりますですね。社員もお客さんと一緒ですから、お客さん、経営というのは方向を示すだけですから、多くの社員の皆さんですから、そういう方々からやっぱり不信感とか不安感を持たれないようにすると。最初からそういう生き方をしていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうけれども、私たちなんかすごいまだ未熟なんでですね、こうやって勉強を学びいただきながら、途中でこう自分で間違ってたかなとか、こっちかなとかって思いながら、こう生き方を少しずつ修正して、ちょっとずつその一歩でも二歩でも近づかせていただこうと思ってこうやっていくものなんですけど、後付けとかですね、後から勉強して生き方を少しずつ修正する、それでも間に合うもんなんでしょうか？いや、もうそれはですね、もう僕なんかもういつもそうですよ。もうしょっちゅうこうブレてるわけですよ。やっぱり本能のところっていうのがありますから、自我の方にこう言いますね。そういうようなものを、御社の場合はこういう場を通してブレを戻せるわけですよね。経営者といつも会っておる、こうブレの修正が気づかないうちにできてるっていうようなことだと思うんですね。本を読んだり講演会を聞くとかというようなことで、やっぱりこうそれができるようになっていくということなんで、今でもそっちですよ。じゃあ、スタートして遅いということはないと、いつ全スタートして然も。ないと思います。やはりいくつになってもそういうその素直さとか謙虚さっていうものを失わない、その姿勢が大事だと、私はそこさえあればいつでもきちっと元に戻してるわけですからですね。